中。最終確認 OK。OK。OK。ブンブン。さあ、コクピットに乗り込んで、出てきました。今、スペイングランプリ、開幕！まず出遅れた！ちょっと出遅れましたね。ロケットスターターならず、さあ、アグリさんが、アグリさんがマイク、さあ、アルボレートと、さあ、まず前に行かしてからの、パッ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 パコンストラクターのためには二人とも負けたくない。先頭はセナ。リベンジで。おっとっとっと、どうマンちゃんどうした、マンちゃんボルトリタイヤ、プギャ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 という酔っ払いの声。さあマンちゃんなんとボルトリタイヤ、あの変速コーナーで引っ掛けちゃいましたね。まあそこね、そんなに難しいコーナーじゃないんですけれども、さあパトレーゼドア2秒差。ちょっとプギャーというね声も聞こえましたね。危なかった危なかった、今自分がプギャーになるところでしたね今ね。さあちょっと危なかった、危なかった、マークラーレンの、車体が頑丈に行くこと、ブーテンが、ね、引っかかったところでしたね。ブーテンが引っかかったところで、ジュニアも引っかかったところだった。危なかった、ちょっとこれしかしパトレーゼとセナとの差が広がったが、ちょっと危険ですね。あそこファーストコーナーデンジャラス、ファーストコーナービーデンジャラス、OF ファクト早く読んでニューナスをやる、全然今日ファクトコーナーないね。10歳の少年、53歳の男性の方から、ホワイトファクスコーナーないの寂しいです、45歳の女性の方、ホワイトファクスコーナーいつもあのレースが終わった後です残念、15歳の、男性の方からも、とにかく、ファクス読んで、21歳の女性の方、いつもあのファこの2戦はファクスコーナーがレース終了レース中に読んで、はい、35歳の男性の方ジュニアリタイアすんなよ、はい、ありがとうございます。さあ危ない危ない、さあいろんな応援ファックスができています。ジュニア頑張るという応援ファックスが多いでしょうか。まあ、2戦ともねリタイアでしたからね、ジュニア戦ね。しかもあの 1,2 周目というね比較的早いリタイアでしたから、しかしこれ、このスペインでもマンちゃんがリタイアというねハプニングがありました。マンちゃんが早くもリタイア、マンちゃん早くもリタイア。さあセナ見えてきた、セナのスリップストリーム入るのか、セナセナセナ、チームオーダーチームオーダー、さあチームオーダーという声、チームオーダーでジュニアが前に行きます。チームオーダー、チームオーダーが前。さあパトレーゼとの差は何秒だ、パトレーゼが今ホームスレート通過、遅れて遅れること、ジュニアが何秒だ、3秒差、3秒差、3秒73、約4秒です、約4秒。しっかり落としてファーストコーナー危険ですね、ファーストコーナーいきなりレッドですから、あそこにブーテンが引っかかってしまいました。ブーテンが悔しがっている。さあ今マンちゃんがね、大丈夫ですか、マンちゃん、マンちゃん大丈夫です、マンちゃんちょっと怒ってますね、マンちゃん怒ってます、マンちゃんね自分に悔しがってるんでしょうか、自分に、怒ってますね、なんというかガッテンと言ってました。あそうですか、はい、チモダチモダ、マンちゃん今、マンちゃん体大丈夫ですか、あマンちゃん大丈夫です、大丈夫です、ヘルメットがね壊れてますね、あそうですか、衝撃あったんですか、はい、いやマンちゃんが叩き抜けてね壊しましたヘルメット、あそうですか、リタイアの衝撃がなかったんですね、はいはいはい、体大丈夫です。パトレーゼ、さあジュニアが先ほど3秒73でしたが2秒84縮まってきた、逃げるパトレーゼ、ビハインド、ビハインドジュニア、ビハインドジュニア、さあウィリアムの無線が聞こえてます、ビハインドジュニア、ビハインドジュニアという声、ビハインドジュニアという声。さあ来たか来たか、ジュニアの迫り来る、あと足元2段階不正だった、危ね、二段階寄せて要注意、デンジャーデンジャーデンジャー。さあ75歳の男性の方からは、いい調子、スペイングランプリ優勝頑張って、ラックスタコス食べてます、あタコス、あスペインはタコスないね、あっ来た来た来た、パトレーゼが来た、さあジュニアのプレッシャープレッシャープレッシャージュニアのプレッシャーかかる、ジュニアのプレッシャーかかる、さあスリップスリム 入れるか、もう差はないぞ差はないぞ、逃げろ、さあ40秒ベースラップ、ここでベースラップ、さあ来たパトレーゼ、ほらさっきの恨みだ、ほらさっきの恨みだというのは酔っ払いの声、酔っ払いの声、さっきの恨みを返せというね酔っ払いの声が聞こえます。さあパトレーゼ、さっきはブランドルだったような気がしますけど、
南アフリカですかね、アフリカのことを言ってるんですかね、アフリカの恨みを晴らせという声でしょうか。さあパトレーゼ、そのプレッシャーに負けてちょっとねはみ出しましたね。パトレーゼね、プレッシャーに負けたと言ってました。ジュニアが酔っ払ってる。プレッシャープレッシャー。ジュニア酔っ払ってるんですか。いや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 、酔っ払いのね、スペイングランプリね、スペインはやっぱりねお酒飲む人が多いんでね、酔っ払いが大勢いますね。はい、酔っ払いますね。さあ5番手6番手ベネトン勢が入ってます。5番手6番手フェラーリカバリーです。キャーちゃんなとこ、アリジさんはちょっと姿が見えません。アリジさん、ワイクちゃん、アリジさん ないですか。アリジさんちょっとここ7番手いいじゃないですか。まあそれは分かりますけども、はい。さあ今セナが通過、パトレーでも通過。ジュニアは普段の運転の時しかお酒は飲みません。ジュニアもね全くもうねお酒飲みませんから。さあジュニア独走体制、やはりスペイングランプリがジュニアのホームタウンなのか。ホームタウン、いつも第二の母国と、公言してはばからない国がね何個もありますけれども、スペイングランプリはもうねもうその通り母国となっています。優勝6度目の優勝、6度目の優勝、7年間で5回の優勝を誇るスペイングランプリ、得意のスペイングランプリで6度目の優勝を目指して。それでは1コーナービビってるぞ、へいへいへいと煽る書き込みが。さあベストラップなるか、ベストラップ39、40、このラップはベストラップ41秒。さあファーストラック、ファーストファーストコーナー、ファーストコーナーがね非常に丁寧に走ってますね。結構落としてますね。さあパトレーザーもう3秒差、約3秒差とついてる。独走体制、あとは周回遅れに注意するのか、周回遅れに注意だ。独走状態、これがスペイン、ミスタースペインジュニア。もうスペイングランプリでね優勝したらもうモナコマイスターの称号を上げてもいいとね、F1 サーカス審議委員会が発表しました。あ、そうですか。もうね、もうスペイングランプリをこれだけ勝つということはね、モナコグランプリでも勝てるであろうということで、モナコマイスターの称号を上げても良いというね、今発表がありました。あ、そうですか。なんとかモナコマイスターになったというジュニア選手、今シーズンもモナコマイスターをゲット。アメリカはどうですか。アメリカのフェニックスはですね、予選の順位が良かったということで、予選の順位が非常にいいということで、モナコもそうですけども、予選の順位がいいんでね、もう上げようじゃないかということで、モナコマイスター USA マイスター、これは決定です。ジュニア選手ありがとうございます。はい、情報が今速報が出ました、速報出ました、ジュニア選手モナコマイスターなる、第67代モナコマイスターになるということで。さあ、アルボレッツ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 、さあアルボレッツか、アルボレッツさん、アルボレッツさん、ちょっと違う、あれ周回遅れ、俺ぐらい言う、おらーっていう周回遅れ、酔っ払いの声、さあ酔っ払いの声、さあ、さあ、ゴクミさん、キャー旦那、今旦那の後ろ姿が見えて、旦那よ、さあ旦那、旦那は周回遅れ、さあ、キャー旦那周回遅れ、私はゴクミです、はい、ありがとうです。ゴクミさんが、周回遅れの旦那さんを、抜いていきました。41秒58。さあファーストコーナー注意、ファーストコーナー、ファーストコーナーしっかりしっかり落として。さあパトレーザーも6秒差、独走体制、独走体制、これだけ差がついていいんですか。いいんです。さあ差をつける。おい、ウェンドリンガー、ウェンドリンガーって叫びながら、ウェンドリンがちょっと言いませんね、進路妨害、進路妨害取られました、進路妨害を取られた、やった、進路妨害ですね、今のはね、しょうがないですね、やったジュニア選手の進路妨害したということでね、危ねえ、これが危ねえ、これが、足これ、マンちゃんが引っかかったところですね、今ね、マンちゃんが引っかかったところで、ちょっとジュニア選手危なかった、ちょっとね、マンちゃんの、まあ、スペインもね、油断してはいけませんね、油断したらちょっとね、やはり危ないコーナーありますから。進路妨害のペナルティとして、さあ42秒、まだ40秒切るタイムが出ていない模様。残り6周、残り6周。もらった記念盾にはモナコリタイヤマイスタート。さあ5秒差になっている、5秒差、5秒差に、あれ縮まってきましたね。この週はパトレーダーがちょっとジュニアさんにね、周回遅れに、絡まれた時にちょっとスピードが落ちたのか、この週はちょっとパトレーダーが上回りました。おいおい、ロータスと言っていましたね、ロータスから、あ、ジュニア選手、ロータスの挨拶があったのか。さあ今のはメカニック、メカニック、メカニックの声が入りました。さあミカハッキネン、ジョニー・ハバートを軽くかわして軽やかに、おいおいという挨拶がありました。ハッキネンからの挨拶、おいというおいジュニアという挨拶でしょうか、ハッキネンからの挨拶。さあ今ホームストレート、ジュニア選手39秒出るのか。おっとベルモンドリタイヤ、ベルモンドリ、何がありました、ワイケちゃん、はい、ぶつかりました、何がありました、ぶつかりました、いやだからどこでぶつかったんですか。ファイナルコーナーです、あ、ファイナルコーナーですか、はい、あ、ドライバー無事ですか、はい、ブルーマンさん無事ですよ、あ、セナピット、何がありました、タイヤ交換です、はい、ありがとうございます。
ベルモンドさんってさっきぶつけた？さっきぶつけたんですからね。いやいや、さっきのぶつけた、ね、おいおいという、これはハッキネの声でしょうか。ハッキネがおいと言いながら、ちょっと煽ってきましたね。煽り運転良くないですね。煽り運転良くない。ハッキネ、ハッキネファンの声が聞こえました。ハッキネファンの声ですね。ハッキネの声じゃなかったです。ハッキネファンがおいジュニアという声ですね。はい、ガラワリスペインの、人たち、いやちょっとこれに出たらこう、問題発言ですけどね、スペインの人が全員柄が悪いわけじゃありません。はい、今ね、このマイクで拾った声がたまたま柄が悪い人でした。さあ残り4周43秒、そのままジュニアを撃墜して、さあパトレーゼ、あ、ピット入ってますね今ね。モヤコちゃん、はい、タイヤ交換です。ピットですか。はい、その間にさ、セナが抜いてくれるとワンツー来るのか、ワンツー来るのか、ワンツー来たい、ワンツー来たい。パトレーゼ14秒、その間にピット入ってても、あ、まあセナ1回ピット入りましたからね。あ、そうですか、ピット入りましたからパトレーゼとはそんなに差はありません。セナ全然来ないですね。ジュニアの声じゃないですよ、もちろんね。観客席の声がね、リアルタイムでお届けしております。観客席の声ですね。おいおいという、また観客席の声、おいというね、ヒヤリとした声、観客席が、観客の興奮の声が、鳴り響いております。さあ5番手6番手ベルモンド、カペリ、順位は変わっていません。順位は結局ピット入って、ピット前ピット後変わっていません。ピット前ピット後変わっていません。残り3周、ちょっとジュニア選手ファーストコーナーかなり落としますね。まあね、もうここまで来てリタイアするわけにはいきませんから、これはここはしっかりとベストラップよりも、ベストラップよりも、安定した、安定した走りですね。安定した走り、安定した走り、安定を望むジュニア、安定を望むジュニア。17秒差ですからね。さあまたしても周回遅れ、周回遅れの洗礼か。スクーデリアのマシンが見えてきた、スクーデリアのマシンが見えてきた。17秒差。さあスクーデリア、おい、スクーデリアのマシン、スクーデリアのマシンが、これ JG レイドか、 JG レイドか、 JG レイドですかね。ワイカちゃん、はい、あー、レイドですかね。ちょっと周回遅れがスピンしました。ゲストさん、ありがとうございます。残り2周、残り2周。さあジュニア選手、もう優勝間違いない、優勝間違いない、優勝間違いない。ジュニア、ようやくね、今週の、ジュニアファン、南アフリカ、モナコとね、リタイアが多くて、まあリタイアが多くてというかね、2回なんですけどもね、わずか2回なんですけども、ジュニアファンはね、ちょっと涙で枕を濡らしてますけども、ようやくね、その枕が乾く時が来ました。ようやく枕が乾く時が来た、枕が乾く、ジュニア。さあ残り2周、もうジュニアの優勝は間違いない、優勝は間違いない。あとはジュニア選手、さあカペリが今通過、ブランドルシューバッハー通過しています。どん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 目的地、あともう一周、ファイナルラップ変幻じゃ。今本気、ジュニア、ジュニア、ジュニア、さあジュニアコールがすごい、ジュニアコールすごい。応援ファックスいきましょう、シューズでする、はい、ありがとうございます。53歳の、女性の方からは、ジュニアの優勝もうね、今週見れないのかと思っちゃった、75歳の男性の方、今週はサンレース分見えて、よかった、はい、24歳の、男性の方、でもモナコはな、51歳の、女性の方、南アフリカグランプリは来年頑張って、はい、28歳の男性の方、28歳の男性も読んで、はい、35歳の、女性の方、35歳の、30代のファックス全然読まないわね、わざと、はい、違います。39歳の、男性の方、39歳の男性は今まで読んだことないだろう、はい、41歳の、53歳の100日後の輪にはありません、はい、デマじゃなかったと言ってました。さあ来年に向けてジュニア選手、モナコグランプリ優勝は来年に持ち越し、スペイングランプリ、なんでモナコグランプリだ、スペイングランプリ優勝、来年はないですね。ワニ、わらわら、パチパチパチ、やべえ、見ちゃいけない放送だったか。ありがとうございます、ありがとうございます。ファールしていたわ。パチパチパチ、パチパチパチ、ぶっちぎり、ぶっちぎりで、連続優勝、2年連続の優勝。パチパチパチ、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 ありがとうございます。さあ手を振るジュニア、手を振るジュニア、カタルカタルーニャサーキット、見事連覇達成。今回の撃墜数に、なんかあった？ジュニアはどうせリタイアだろ。ノー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 。さあランキング再び、マクラーレンの 1-2 です。20ポイント差、3年でしたから優勝できてよかった、よかったですね。2連続リタイアからの優勝、差は20ポイント、まだね、残り6戦ありますから、12、13、14、15、16と106ポイント、マクラーレン、40ポイント差。ウィリア
ムズ潰さないと。ラックスジュニアさん、見事なレース展開でしたよ。これでドライバーズポイントに10点プラスされましたね。次回も頑張ってください。お先にオツです。